次はね、ちょっと南禅寺へね、行ってみましょうかね。南禅寺さんね、ちらっと。まあ、この地域だと、紅葉でいうとね、まあ、南禅寺さんもいいんですけど、あとは永観堂ね、永観堂も綺麗ですよね。まあ、ただ永観堂はね1000円ぐらいするのかな、もっとする、ね、入るのにお金がかかるんだよね。ちょうど今右下の川がね、これが京都への琵琶湖からの疎水ですね。琵琶湖疎水、この辺はね、湯豆腐で有名なところが並んでますね。これも有名な純正さんね。バイクはね、この門入って左の方だったと思いますね、確か。この辺にね、よいしょ、バイクとか自転車この辺に止めれますんでね。ロンドンに外人の子がみんな来ますか。まあ、まだちょっとやっぱり早い感じかな、これね。ちょっと早い感じですけど。よいしょ。ワンコちゃん。ワンコちゃん。おとなしいね。すごいすごい。この額縁がいいね。
すごいすごい。いいですね、この額縁効果ね。水路閣いいですね、水路閣。これがね、琵琶湖の疎水なんですよね。水をね、引いてきてるんですよね。どうしよう。この水路閣のね、抜けが綺麗なんですよね、この、ね、これ見た方が綺麗かな。この辺からね、
この上に出てくると水がね見えるはずです。保水路になってるんですよね。こっちから向こうに流れてんだね。なんか詐欺がいる。ちょうどなんか詐欺がいますね。詐欺が獲物を狙ってんのかな。アオサギが、アオサギが獲物を狙って。自転車落ちたら怖いようだね。よいしょ。これが、これ鐘楼だ。あんま近づくとね、見えないね。鐘楼。トレイル、うん、ひむか大神宮、片道30分って書いてある。みんなすごいよく登ってくるね。多分こっちの方からね、こう見るのがいいんじゃない？
隣のお皿で分からない。そういう。こっちはね、北条庭園、ずっとね、奥をね見て歩けるようになってます。まあもちろん有料の拝観エリアですけどね。夜にね、塔頭寺院がね、お庭をライトアップしてるところがあって、それがすごい綺麗ですね。まあよかったらね、皆さんも夜のこやってると思うんですけど、今年もね、まあそういう時に来ていただけたらと思います。まあ、ここは結構ね、桜じゃない、もみじね、たくさんあるんで、まあいろいろ順番にこう赤いのからね、まだ緑なのまでたくさんありますんでね、まだこれからどうでしょう、2週間ぐらいは十分ね、楽しめる、2、3週間ね楽しめるんじゃないかなと思います。誰かマフラー置いてっちゃった。あ、イチョウが綺麗だ。この赤いのも綺麗ですね。拝観謝絶って書いてある塔頭寺院の来た。いいですね。まあまたそしたらね、次はちょっと西の方へ行ってみようかな。